フリードリヒ・フランツヴィル・ヘルム・ユング・フーンフリードリヒ、フランツヴィル・ヘルム・ユング・フーンは、ドイツ生まれのオランダの植物学者、地質学者である。マンスフェルトで生まれた。父親は、床屋医者であった。ハレ大学、ベルリン大学で医学を在学中に学び、在学中にキノコに関する論文を書いた。在学中にうつ病にかかり、自殺を試み、 名誉のために決闘を行い、相手はその傷が元で死亡した。ユングフーウムは姿をくらまして、陸軍の軍医になったが、発見され、10年間の禁錮刑を言い渡された。1833年の8月に脱走し、北アフリカのフランスの外人部隊に所属するが、健康の問題で解雇された。パリで、オランダの植物学者、クリスティアーン・ヘンドリク・ペルズーンと知り合い、 オランダ植民地軍の軍医として、オランダ領東、インドに行くことを勧められ、ユングフーウムはその助言に従った。1835年の夏にヨーロッパを立ち、ジャカルタに10月に到着した。ジャワー島に住み、地形や民族学を研究し、1837年にバンドゥンの南の直径500メートルの火山クレーター湖、カワプティクレーターを発見した。 多くの科学探検の成果や、その分析を発表した。ジャワ島の火山に関する研究を行い、ブリドラガン島でエシダニスでアベルコの人間、インディションアーシペルを出版した。1845年の著書、大タポーラフィスケンウントナッチリ戦車太り館、大ズンディーヒーチャバやスマトラ島の最初の民族学、地形学の研究所である、大ベタランダ・アウフスマトラを執筆した。 1849年に健康上の理由で、オランダに戻り、1850年に結婚し、息子が生まれた。オランダ滞在中に1850年から4巻の、ジャバ、ディセルフスゲダーンテ、ベックリーディング・イ n インウェン・リッチ・ストラック・ツアーを執筆し、これはドイツ語に翻訳された。熱心な博愛主義、社会主義者であった。 1853年から1855年の間に、オランダで自由主義的な文書リクトン・社ジュー・ビエルデン、アイトデ・ビネンランドン、バンジャワを発表した。植民地での社会主義を擁護し、ジャワの人々をキリスト教やイスラム教に改修させることを厳しく批判した。反信論を擁護する、この書籍はオーストリアなどで出版禁止となった。 健康が回復すると1855年にジャワに戻り植物学とその実用面への興味を持った。マラリアの治療におけるキナの木の効果に関してボイテンゾルグの植物園の園芸家ヨハネスエリアス・テイスマンやユストスカール・ハスカールと厳しい論争と論争を行った。この論争は公開やヘッドナチャー・キンディグ・ジーン・チャップ市場の公開書館で行われ、 ユングフーンの監督で、ジャワで大規模なキナの木の栽培が行われた。ヘゴ科の種、サイアスアユンジュニアナやウツボカズラ科の種、ネペンテスユンジュニーなどに、懸命されている。ユーンは、植物の学名で命名者を示す場合に、フランツ・ビルヘルム・ユングフーンを示すのに使われる。ユングフーンの生涯を元にした小説、C.W. ウムサー、フランツ・ユーン・ホーン、ディベンター、 W 番ホーブ1942ありがとうございます。